これはうちらに代々伝わる石碑。他族に見せたことは一度もない。解読するには動力が必要な特別な読み物だ。今の俺が解読できるところまでにこう書いてある。一つの神が安定を求め陰と陽に分極した。相反する二つは作用し合い森羅万象を得る。これは全てに当てはまる道理だ。つまり相反する二つの力が協力することで本当の幸せがあると謳っている。だが別の捉え方もできる。柱間、俺が何も知らないと思うか。お前の後、おそらくあの扉間が火影となろう。そうなれば内葉はいずれ消されていく。それが分かっていて里を出るよう内葉の他の者に声をかけたが誰一人俺についてくる者はいないようだ。弟も守れなかった。一族を守ると弟と交わした約束も守れそうにない。守りたい同族からも信用されていない。あの時お前に弟を殺せと断定するべきだったのかもな。お前は俺を兄弟という。だが里のためにどちらを切れる。